り。うひょー。さあ、科学の発展にその身を捧げてもらいます。あー、科学の進歩発展に犠牲はつきものです。おもう死んでいる。さあ、チームの操縦桿を握るのはこの人、チャレンジャーズキャプテンがバッターボックスです。初球はおー来た、これでいいです。投げます。第1球を投げました。ぶっ飛ばした。これは気持ちのいい当たり、レフトセンター見送った。それでは、こいつチャレンジャーズ、ここで守備が変わります。パワフスチャレンジャーズ、一番バッターが出す。ダウンロードピッチャー佐藤、今日はどんな投球を見せてくれるのか。初球はアウトロー、決まってストライク、打ちました。なんだー、ライト前のヒットになります。佐藤、アンダを許します。初球は打った、あっと、これはインフィールドフライです。ファウル。第2球投げた。ん、何これ、キャッチャー取れない。ヒット握る。どこでやんす。投げました。流し打ち、ジャンプする、ファースト頭上を越えた。佐藤、ヒットを許します。パワフスチャレンジャーズ、ピンチが続く。さあ、初球真ん中決まってストライク、まずは決めてきました。あっ、これ危ない。あっ、サードバチコン。これでワンアウト。打席には5番バッターが入ります。佐藤、点差もあるので気負わず行きたい。これはすっぽ抜けたボール、余計な力が入ったか。さあ、仕留められるか。際どい打球、さあ取れるか。どうだ、きっと中継。 SG 高校、点差を2点に縮めました。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧。パワフスチャレンジャーズ、さらに同点のピンチです。6番バッターが打席に入ります。どうだ、打球に間に合うか。抑えた、よーいドン。三塁ランナーホームイン。 SG 高校、さらに1点を返しました。パワフスチャレンジャーズ、さらに同点の、打ちました。初球打ち、三遊間のゴロ、一塁送球、アウト。これでスリーアウト。さあ、それでは先ほどのシーンをご覧いただき、一回 SG 高校追う展開、迎える展開。何これ、あっと、キャッチャー取れない。今拾った、二塁へ送る。一塁ランナーは二塁に進みました。二塁ランナー三塁へ、一塁へ送る、アウト。ランナー三塁に進みました。パワフスチャレンジャーズ、ピンチが続きます。第2球は引っ張った。
右へ打っていったが、これは切れてファン打ちました。いい当たり、勝った、出発進行、三塁ランナーホームイン、パワフェスチャレンジャー。ちょいちょい、さあ蛇島が打席で不敵な表情、ファン打った、引っ張った、これはスタンドに入りそうです。高々と打ち上がって、大きなフライですが左に切れていきます。さあ勝負してくるのか、文句なしの当たりだ、フェンスのお外へ。ひょっとして、さあ1球目投げた、ジャストミート、抜いていった。今日これで2打数の2安打、6番バッターが打席に入ります。リードを切る、あっといい当たりになった、やっぱり見上げた、先ほど同点で迎える4回です。打席には5番バッターが入ります。佐藤、ランナーを進めさせるわけにはいきません。打った、跳躍ヒット、森川一気に三塁へ、佐藤ヒットを打たれます。6番バッターが打席に入ります。佐藤不利になる展開は避けたいところ、佐藤なかなかうなずきません。打った、ライトへの打球、ライト前ヒットになった、パワフェスチャレンジャー、勝ち越しを許します。9対8、打ったショート右横のゴロ、一塁送球、ナード、高く上がった、センターへ上がった、取りました。これでさあキャプテン、彼がチームを勝利へ導きます。さあ初球、初球を打った、ボールはライナーでセンターへ、なんと SG 候補。さあいよいよ最終回、6番バッターが打席に入ります。さあ怒涛の反撃を打ちました、初球打ち、森川ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト。器用な初球は、初球を打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、これはそう内野安打です、初安打。さあ佐藤、スペシャルなオーラを垂れ流します。なんとか一本繋いでほしいと思っていたのか、アオ、そこまでの覚悟があるのなら私も全力で応えましょう。なんとしても得点を上げたい、初球を打った、これは内野フライ、かな、ああここでボロリ、ああここでボロリ、記録はピッチャーのエラー、ちょっと練習が足りないようです。さあ桜の宮打ちました、初球打ち、蛇島掴んだ、アウト、パワフェスチャレンジャー見事勝利しました。負ければ大江戸カーニバルズ、おすごいでやんす。お、やばいぞ、